倉敷駅から車で15分。まず訪れたのはこちら。山の上にあるグランピング施設です。さあ、グランピング施設に到着したんですが、ちょっとびっくりします。この景色、見てください。こしこしこし。すごく絶景ですよね。岡山県南のこの市街地、一望できます。去年10月、倉敷市にオープンした岡山グランピングソラニアです。すっごくいい景色ですよね。はい、この景色がうちの売りでございます。はい、特にこの時期は空気も澄んでいるので、より遠くまで見渡せる時期になりますね。冬ならではということですね。そうですね。そしてこの空のこの広さに驚きました。はい、名前の由来にもなっている通り、空と過ごしていただく施設になってますので、昼は、絶景、夜は夜景と星空を楽しんでいただける。ではテントに案内していただきます。こちらどうぞ。はい、失礼します。わあ、かわいい。わあ、どこ見ても本当かわいいですね、この部屋。はい、空を、テーマにしたお部屋でして、はい、できる限り青を使ったお部屋に仕上げております。うん、はい、テント内を照らすのはこの星型のライト。さらにソファーのクッションもふわふわの雲の形をしているんです。そして冷蔵庫や調理器具も色合いやデザインにこだわっています。さらに寝具はこちら。最近、寝心地がよく、人気のコアラマットレスを使用させてもらってます。ソラニアにはカフェも併設されていて、ランチやスイーツを楽しむことができるんです。人気の卵パフェを用意してもらいました。いやー、カスタードやフルーツ、アイスクリームなどが層になっているんですけど、この上に黄身が乗っています。かわいいですね。見た目特徴的ですよね。さあ、付属のカラメルソースをたっぷりかけて。ソースかけたんで、いただきます。濃いね。おいしい。卵黄と生クリームが口の中で合わさってカスタードクリームのような味わいです。おいしいです。さあ、青空をイメージしたソーダゼリーのパフェも人気だということですよ。さあ、広い空と絶景を眺めながらゆったりとした時間を過ごせるグランピング施設ソラニア、行ってみてはいかがですか。さあ、そして次はこちら。目の前には穏やかな瀬戸内海が広がっています。さあ、続いてやってきたのは玉野市の海辺にできたグランピング施設です。先月オープンしたグランピング施設瀬戸にてです。いや、本当に海が近いですね。はい、瀬戸内の海の綺麗さと穏やかさをより感じていただこうとこの立地に建てさせていただきました。すっごくゆったりできそうですが、はい、このさらにテントも独特ですよね。はい、よりリゾート感を感じていただくためにビラ型のテントを採用しております。グランピングといえば丸いテントを思い浮かべますけれども、はい、こう三角形の、はい、特徴的なテントとなっております、ね、そしてかなり広そうですよ。ちょっと中が楽しみです。はい、ご案内いたします。はい、お願いします。失礼します。はい、わあ、ちょっと絶景じゃないですか。はい、そうなんです。瀬戸にては全8棟すべてのお部屋から海が見えるようになっております。ね、はい、海がすごく間近で感じられますね。はい、本当に瀬戸内の絶景、こう独り占めしてる感じですね。はい、贅沢感が味わえますよね。テント内はおよそ40平米とゆったり空間。大きいですね。そしてビラ型テントなどで驚くほど天井が高いんです。景色を楽しんでもらおうと、内装やソファー、ベッドなどはあえてシンプルで落ち着いたデザインにしているそうです。キャンプというよりかはホテルのようなリラックスした空間を演出できるように設計しております。
そしてデッキに出るとさらに海を間近に感じられるんです。こちらのインフィニティプールは泳ぐと視線の高さが海と近くなるので、瀬戸内海と一体化する感覚を味わえますし、こちらのバレルサウナからも海が眺められるようになっているんです。どこでも見てください。これ料理もとっても豪華ですよ。いや、前菜もあってピザもありますし、さらには、鶏の丸焼き、わお、ピザいただきますよ。おいしい。この景色を見ながらのこの豪華な料理はもうちょっと最高としか言えませんね。グランピング施設が人気ということもありますし、あともうこの景色ですね、景色を堪能しながら、ゆっくりとした時間を過ごしていただきたいという思いがありオープンしました。もう本当にこう夏冬問わず年中ね楽しめるこの景色ですもんね。はい、海を見ながら贅沢な時間を過ごせる瀬戸にてです。皆さんもグランピング施設でゆったりと非日常を味わってみてはいかがですか。なんか嫌なこと全部忘れられそうな感じですね。どんな嫌なこと。非日常ね、もう景色が最高ですからね。しかもこうグランピングって夏のイメージもありますが、この施設どちらも冷暖房完備しているので、こう冬に行っても快適にね過ごすことができます。空気が澄んでるからもう景色見るなら冬は綺麗ですもんね。そうなんですよ。あとあのソラニアとか瀬戸にてってカタカナにしてるでしょ、はい、あれ外国人に認知しやすいから最近流行ってる。ああそうなんですね、はい、カタカナ人気だし、あのアルファベットにしても分かりやすい。ああなるほど。だから多分インバウンドも意識されてるんじゃないですかね。これからね皆さん本当に来てほしいですよね、海外からも。そうだね。ではね、お問い合わせこちらです。ソラニアは学生限定でスパークリングワインやカメラがセットになった卒業プランも実施しているそうです。さらにね、瀬戸にてはオープン限定価格でお得に宿泊ができるということですよ。皆さんぜひぜひ行ってみてください。京都ピでした。